不殿とは、大上官並びに委員長において、公文書や転籍の管理が行われていた場所、他の公的機関の公文書に相当する。大上官においては、小和言局の管理下に置かれた劇、及びその文雄が、その管理実務を行うとともに、公文の作成や、先例のカンサルなどを行うようになり、主として、代理内の公書機殿が管理場所に当てられていたために、 同書の別名としても用いられた。小納言の地位が低下すると大武氏が責任者となり、代わって、弁官や幹部に属する不殿が設置されるようになった。後に、左大弁将慶明氏が大上官不殿を、大劇中原氏がン不殿を監督するようになり、世襲化していった。特に火六2年に、大上官の不殿が消失すると、幹部文庫にその役目が移された。 陰性においては、院長の不殿に訴訟などの書類が集められると同時に、律療法や儒教に通じた中華休憩がよりうどに認じられて、記録書と同様の役割を果たしていたことから、陰性の合議、訴訟機関である陰表情が行われたのは、主として不殿であった。そのため、上皇や法皇が新たに陰性を始めることを、不殿のはじめとも称した。ありがとうございます。